ククイの実核を向く前と向いた後の果実。ククイあるいはククイの木は、東大草科の樹木である。学名アリアライツメロッカナス。キャンドルナット、クミリ、トゥイトゥイと,とも呼ばれる。原産地は、東南アジア。人間によって広まり、太平洋諸島をはじめ、熱帯地域に広く分布する。リバーズ、バーストマークによれば、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ。 タイ、台湾、中華人民共和国、パプアニューギニア、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ウォリスフツナ、オーストラリア、パプアニューギニアに自生し、バングラデシュ、クック諸島、クリスマス島、ニューカレドニア、ニュージーランド、ピトケアン諸島、フィジー、フツリオポリネシア、ジンバブエ、スワジランド、マダガスカル、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、キューバ、 キュラソー島、ケイマン諸島、ドミニカ共和国。ハイチ、バハマ、プエルトリコ、ベリーズ、アルゼンチン、パラグワイにも移入されたものが見られる。樹高10から20メートルの落葉樹。樹幹は不規則で白っぽい。樹皮はザラつき、皮目がある。葉は五星で、螺旋状につき、卵形で深緑色である。花は、緑白色、死雄同種。 塩水果樹がいただきなし、小さいご弁花をつける。果実は、県下で3から6個が集まり、薄緑色から黄緑色、直径5センチメートルほどでマリー。種子は油に富み、50%以上が脂肪分である。種子を調味料としたり、そのまま食材としたりする。ハワイでは、いった種子に塩を加えて、イナモナという調味料を作る。油は、ニス。 シャンプー、接着剤など様々な製品の原料となる。現在は、儀礼用などに限られるが、脂肪分が多いためかつては、糖化としても使われ、英語名キャンドルナッツの元となった。樹皮からは、赤色の染料が取れる。1923年、モロカイ島の木に指定された。1959年、ハワイ州の木に指定された。 リバーズ、バーストマーク、ヨネクラ・コ田ジ、カジタ・タダシ。BG プランツは名学名インデックス、http コロンスラッシュスラッシュ ilist.info、abcdefg リズデールラ。世界の食用植物文化図鑑、P234 バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアントチョ、山本ノリオ訳約ヒラギ風車2010年1月20日、第1冊。 ナッツの歴史 P136 件アルバーラチョタグチ、ワヤク原書簿2016年8月27日、第1冊、ククイオアキャンドルナッツツリーイズザ、ハワイステートツリー英語、日本語。ありがとうございます。